普段レガシーをどのように練習してますかっていうことなんですけど、うん、まあ、これはもう単純に平日大会とかもう小さい大会とかにいっぱい出て、あとは友達と意見交換をして、なんかその、まあ、マスターのところとか、まあ、そういうプレイングもそうですし、カードとかも、まあ、どん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 アップグレードしていくのがいいかなと思います。いや、コマ使いなくてきついですあ、でも代わりに下手ポーテントっていう、まあ、先ブレカードは、まあ、これはこれなかなか強いんで、まあ、面白いんですけど、もう多分アップキープに乗ろすのは3回2回ぐらい忘れてるんですけどいっぱいクロス打った時にアップキープに忘れてるしてくださいまあ多分、まあ、まあ初心者だからって別にそんななんか強い敵捕まっていいとかそういう感じになってて、もう最初からある程度通してしまって、まあまあ、いわゆる共通パーツっていうか、まあ、コースビューですとか、まあ、ある程度高いカードを買った方が、まあ、将来的には得なのかなって思ってますね。まあ、あとはまあ一緒にやれる友達作ってください。一人だけだとモチベーションが足りません。うーん、なんて気が弱くてしょうがないですけど頑張ります